田恒興は1536年尾張国で生まれ、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将です。幼少の頃から信長の小姓として織田氏に仕え、清須会議に出席した4人の織田家重臣の一人として知られています。恒興の功績として信長の弟で謀反を企てた信雄を討ち取ったり、姉川の戦いで活躍し犬山城主となるなどの活躍をしています。その他、桶狭間の戦いや美濃攻略、長島一向一揆、牧島城の戦いなど主要な戦にも参戦しています。本能寺の変にて信長が家臣の明智光秀に討たれた際には羽柴秀吉と合流し、山崎の戦いでは兵庫戦を率いて右翼戦法を務めて光秀を破り、織田家の宿老に名を連ねることになりました。